東京五輪の宣言、天皇陛下の開会宣言ですけども、菅さんも小池さんも立たないんですね、立たない、あれと思ったらダダンガガン途中から立ち上がりましたよね、ちょっとびっくりです、まあ、というか違和感マックスでした。私は今タイのバンコクで生活をしています。タイ王国には、不敬罪という罪があります。今の日本にはないですよね。で、陛下の、開会宣言、五輪の宣言ですけども、はい、本日は爆弾発言をします。皆さん後半お楽しみ、にしていてください。はい、まず写真ですが、ロイターからお借りをして、はい、これですね。まあ、これが動かぬ証拠あの陛下がお話をされている時に、まあ、小池さんはこうじっと、ご覧になって菅さんどこ見てんですかね。なんか胸元に、ね、手をやってますね。まあ、写真って怖いですね、こういう一瞬を撮られますから。で、菅さんも小池さんもこのあと途中から立ち上がるんですよ。で、これがダメだったと目立ちましたね。途中から立ち上がる、まあ、姿が世界中に配信されたと、まあ、かっこ悪いと、そーっとこう静かに最後までね、じっと座っていれば、騒ぎにならなかった、まあ、気もします。これルールはどうなんでしょうか。ちょっとまあ歴史を調べてみましたよ。なんだかネット上ではざわついてますね、この件ね。菅さん小池さんが、まあ、なかなか立ち上がらなかったという、まあ、動画、まあ、いくつかありましてね、私も、コメントを、書いたんですね。で、まあ、あの菅さん小池さんに対する否定的な考え非常に多いんですよ。で、面白いのでね、ちょっと紹介しますね。はい、これ最初の方が、私のコメントで、その下がもうたくさんコメント、私のコメントに対するコメントがつくと面白いですね、 YouTube はね。ちょっと読み上げますね、私の書いたコメントです。大したことないですよ。不敬罪が日本にはなくてもこれは不敬罪だと感じました。私は在隊ですが、朝8時夜6時には皆立ち止まって流れてくる国歌に、もうタイの、国歌ですね、に耳を傾けます。母国日本が壊れていくと。で、これに対して、コメントがですね、まあ、ありがたいですけどね、もう壊れてますと母国日本が壊れていくというか、政治経済文化教養教育道徳、どれ一つまともではない。もうすでに目も当てられない状態ですよと。まあこんな感じで返ってくると。で、グッドボタンもね、コメントなのにね、私の動画よりもずっと多いんですね。桁が違います。で、まあ、日本が壊れてる壊れてない、まあ奥深い議論だと思いますけど、もしね日本が壊れてるんだとしたら、そうしたの誰ですかということですね。日本人ですよね。まあ、政治家も最近ひどいけれども、まあ、選んだの我々ですから。だから今の日本を作ったのは私たちなんですよね。なんてこう YouTube でコメントするとなんか一斉にこう叩かれそうなんでしませんけどねまあ、あの顔が見えない人とディベートはしたくないわけですよ。で、先ほどのタイなんですが、ちょっと写真をお見せしますね。はい、これ駅なんですね。朝の8時夜の6時に国歌が流れるんですよ。もうね、どこにいてもね流れてきますね。カウントダウンも聞こえてきますよ、確かね、3、2、1ってね。で、国歌が流れている時はこうみんな立ち止まるんですよ。これ私初めてあのタイに旅行で来た時も10年以上前ですけども、子供と息子とこうサイエンだったかな、駅で移動してたんですね。
こうみんな急に立ち止まるんですよ。これなんだ、何が起きたんだと思って最初気づきませんでした。ただ音楽が流れてるんで、ああもしかして国歌なのかなと思って、まあ、それが初体験でしたね。非常に驚きましたと同時に、これ正直言ってですね、なんていうかこれ言葉選ぶのちょっと難しいんですが、そうですね、羨ましいなと思いました。別に日本でね朝晩君が代を流せっていうそういうことじゃないですよ。だから異文化に触れて、あ、これがタイ王国なんだなと、こう驚いた、むしろ感銘したことを、まあ、今でも覚えてます。でこれね、立ち止まらなくても大丈夫なんですよ。外国人とかね、まあほとんどの人が立ち止まりますけど、急いでる人を、まあ、批判するタイ人というのはいない。まあ、これがまたタイの良さだとも思います。ちょっと過去のね動画探してみたんですよ。で、64年の1964年ですねの東京五輪、それから98年の長野五輪の、まあ、開会宣言の映像を見たんですが、みんな座ってますよね。私が見たところ、これ皆さんなんか特別な映像があれば、ぜひコメント欄で教えてください。ですから開会宣言の時に、まあ、天皇陛下が開会宣言をなさる時に、全員立ち上がれという規則ではないようです、その映像からすればね。で、まあ、むしろ座って、まあ、静かに耳を傾ける、まあ、これが自然なのではないかなというふうにも私は思います。まあ、国歌斉唱の場合はね、ご起立くださいとアナウンスが流れるんで、まあ、誰でも立ち上がりますよね。ただ、開会宣言の時に、まあ、そういうルールははっきりしてない、まあ、この際はっきりした方がいいですね。誰かがというか菅さんが、発表すればいいわけですよね。まあ個人的には立ち上がっても無礼だとは思いません。ただね、途中から立つ、これはダメですよ。私はスピーチの専門家ですので、この分野、スピーチの分野に限っては、タブーはないです。菅さん、小池さん、もちろん天皇陛下にも問題ありと。はい、皆さんお待ちかね、ドーン、ガバーン。3つの問題点、学問的立場、スピーチコミュニケーションの立場から、3つ取り上げたいと思います。もうなんか学者みたいなこと言わないで、お前の意見は何なんだと私の意見ね。で、あくまで今回、まあ、開会宣言、まあ、スピーチの分野なので、個人的な気持ちではなくて、あくまで学問的にどうなのかという、判断をさせていただきます。まあ試験ではね、私の考えでは、まあ、今の時代の不敬罪、今の時代ですよ戦前に戻れじゃないですからね、今の時代にあった不敬罪、あるいは不敬罪のようなものは、存在すべきだなと思いますよ。はい、本題3ついきます。1つ目、ドン、まあ、菅さんも小池さんも途中から立ち上がる、これがダメだと。陛下が、天皇陛下が宣言をなさっている時に立ち上がると、動くと、こういう行為こそ聞き手としては不合格ですよ。だって皆さん、人のスピーチを座って聞いてる時に途中で立ち上がらないでしょ。ないですよねあの学生さんもね授業を聞いて途中で立ち上がらないじゃないですか。その逆もないですよね。ですから、繰り返すんですがこう唐突にね、途中で立ち上がると、これがもう映像で世界中に配信されてしまったということですね。まあ、これこそ不敬罪と私は思いますよ。 OK。 はい、2番目、陛下です。映像を私
生中継で見ていたんですが、まあ、そういう方も多いと思いますよね。陛下の宣言ですが、なんだかね、唐突に始まったんですよ。あのさあ始まりますよっていうこう雰囲気が画面から感じられなく、まあまあ厳かといえば厳かなんですが、唐突に始まった印象を受けました。まあ、つまりね、間がないままスピーチがスタートしたんですよ。まあ、陛下自身のこうオーラというかね、まあ、表情というか、始めるタイミング、スピーチを始める、宣言を始めるタイミングに戸惑っていたのかなというふうにも、まあ、見えたんですけどね、私はね。まあ、とにかく聞き手、我々ですよね、あるいは会場にいた方たち、聞き手が聞く準備、それが整う前に話し始めてはダメなんですよ。全ての責任は、スピーチに関してね、全ての責任は話し手にある。これが絶対ルールです。陛下も話し手である以上、聞き手が聞きやすい、立つなら立つ、座るならすると、そういうタイミングがうまく測れるような間を置くということが大事なんですよ。から、まあ、菅さん、小池さんに対する、否定的な意見が多いですが、彼らも困ったんでしょうね。立つタイミングを逸したんじゃないかなというふうにも思います。まあ、一般論になりますけどね、間を置くというのは、まあ、例えば笑顔で手を振るとかね、非言語要素でこう時間を、まあ、数秒でいいんですよね、置いてから宣言をスタートすれば、まあ、今回のような、まあ、事件でもないんだけどね、まあ、起きなかったという気がします。 OK、 はい、3つ目、主催者側にも問題ありと思いますよ。まあ、司会の方がいると、はい、今から、宣言が始まりますよと、皆さんご静粛にとかね、司会ですよね。あれは明確なアナウンスですよ、お立ちくださいとかね、あるいは座ったままでどうぞとか、そういう、まあ、アナウンスがあれば、よかったと思いますよね。というか、なぜそうしないんですかね。あるいは、まあ、ちょっと派手になりますが、こう盛大なファンファーレでね、音楽を使って、はい、今から宣言がスタートするよと、宣言がスタートするファンファーレと、まあ、そういう演出があれば、陛下もこう困惑しなかった、まあ、陛下が困惑したかどうか分かりませんけどね、そういうことにはならなかったのではないかなと、私は、考えています。この3点ですね、あくまで、学問的立場、から、述べました。Okay. もう一回五輪が見れるわねと、楽しみだわと言っていたのが私の母です。もう食べ放題に行ってね私より、食べると、ちょっとおやつにお寿司と、ちょっとおやつにお寿司30貫と、まあ、そういう女性でした。一昨年亡くなったんですね。まあ、彼女に今回のオリンピックを見せたかったですね。高度成長期の日本はすごかったわよと、夢がね、何でも叶う気がしたと。で、まあ、学生のできちゃった子で、まあ、21歳で私を産んでくれたんですね。今回の五輪が、世界平和の新たなスタートになればいいかなと。私は狭心症でね、かなり重い狭心症で、8年前は、まあ、東京五輪まで生きられればいいかなと思っていたんですが、幸い今日も元気です。2032年ブリスベンですね、そのオリンピックを見る、開会式見てみたいですがね、生でね、頑張ろうと、今
決めました。はい、皆さん今回も楽しんでいただけましたでしょうか。また次回お会いできることを楽しみにしております、ご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。